でボールを奪った米澤が奪った、米澤が行く、米澤が行く、右足のシュート決まった、米澤レイ。サッカーのクロスボール、ロメロフランク前を向いた、右足のシュート、ゴールネットを揺らしました。鹿児島逆転、2点目は鹿児島です。サッカーのクロスボール、2人に囲まれながらも前を向いて、右へ開いて捕虜、さあ星がボールを要求、その星にボールが通る、クロスを入れていく、球を有田が合わせていきました。スペースへの捕虜、そしてロメロフランク、あ、ここはうまく危険の目を積んでいこうというところだったんですが、またマイボールにする。さあロメロフランク侵入していく、クロスを上げていきますが、まだある、ふわりと浮かせてヘディング、決まった、米澤 J3 通算50得点目、2対1、鹿児島が勝ち越しました。これがかなり強く強い風、左から右、奪った鹿児島、動き直している、有田、そしてロメロ、一番遠くに米澤、グラウンダー、有田浩樹先制点、鹿児島ユナイテッド。右からのグラウンダーのクロスでした。3人が入ってきて、一番前有田浩樹、中原、浮かせたボール、ロメロフランク、抜け出せるかどうか、ボールをキープする、前向く、切り返す、クロスボールが入る、シュート、待っていたのは背番号9、有田浩樹、今シーズン3点目。豪快にゴールネットを揺らしてみせました。さあカウンター、ゴールマウスが空いている、鹿児島のカウンターになる、懸命に選手が下がる、そしてこのシュートが決まる、決定的な2得点目。米澤レイ、今シーズン3ゴール目、無人のゴールネットを揺らして見せました。札川にボールをつなぎます、そして再び米澤、グラウンダーのクロス、五稜が右足で合わせてシュートが決まりました。先制は鹿児島、五稜純喜の右足、ボールがゴールに吸い込まれていきました。五稜純喜、今シーズン初ゴール、しっかりと後ろから詰めていました。はい、くぐって、さあサイドバック上がってきます、下田一、米澤のクロス、ヘッド、決まった、ロメロフランク先制、鹿児島前半の19分です。五稜、五稜が行く、中に送って有田、20番遠藤、有田の右足、先制は鹿児島、ゴールネットを揺らしました。9番有田の今シーズン4ゴール目。五稜が左足で中に送って、渡辺にボールが渡ります、渡辺が中を見てクロスボールが上がる、右足のシュート、米澤ワンタッチでうまく渡辺、そして五稜へとつないで、もう一度渡辺、クロスボールが上がってダイレクトで合わせていった。ここは渡辺、その渡辺にボールが渡ってクロスボール、後ろから来た35番中原のシュート、ゴール
ゴールネットを揺らしました。渡辺のこのクロスボールから後ろ詰めていきました。中原が待っていました。縦に送る、前を抜いて左サッシュ、シュート決まりました。ようやく決めました。冷静にゴール左に決めツーマンで守ります。頑張り、そこに広瀬、岡本、ロメロ、フランク流れて決め切った。先制します。鹿児島ユナイテッド、ようやく試合が動きました。決めたのは広瀬、キャプテンが決め切りました。オーバーラップ、これも非常に効いています。さあそして前に有田に出す、さあ有田がそのボールを打ってシュートを打っていく、決めた。いきなり先制、有田まずゴールを決めてきました。鹿児島ユナイテッド FC、 有田、これが今シーズン5ゴール目。スタメンということになっている玉田マーレス選手。さあここで早いリスタート、逆サイドを抜いてきました。米沢が長いと思っています。遠藤、カバーを拾って狙ってくる、決まった。米沢、これも時間をかけずにかわしてシュート、きっちり決めてきました米沢。ここがですね、PK のボールの位置を見てもらいました。どうだ、決めた。今日2ゴール目、これで3対0。とても安定しています。しっかりと決め切ってきました。これ振って、ここで中へ入れてきますが、どうだ、中へもう一度折り返してシュートまでいけるか。ロメロ、フランク決めた。ロメロ、フランクが決めました。4点目。ボールを追っていく、そして左サイド張っている米沢からワンタッチでワントップの有田、有田ボールを収める。有田のシュート、決まった。先制ゴール鹿児島、有田光輝2試合連続ゴール。ペナルティーエリアのわずかに外、ほぼゴール正面から一人かわしてのミドルシュート。思わぬ形で米沢自らの足元にボールが来たというところ、ちょっと対応しきれませんでした。まだ鹿児島ボール、米沢から前が空いている、シュート決まった。というところですが、スタジアムです。星が行く、前を向いて、上はありません。星がボールを奪って、ここで米沢がボールを持つ。米沢前を向いている、右足のシュート、ポストに当たる、後ろからシュート入りました。先制鹿児島、よく後ろ詰めていました。詰めていました。再び近くには中原になります。中原にボールを預けています。先ほどと同じような形、勝川の中にボールを入れる。高く上がったボール、頭で落として左足、ゴールネットを揺らしました。ロメロ、フラッグ。川のこのボール、高く上がったボール、頭で落としてこぼれていたところ、左足で合わせました。高く上がったボール、後ろから来た札川、頭で合わせた。この目のフランク、高く上がったボール、札川が足で落として、奪った鹿児島。さあ米
沢が上がってくる。切り返して山本、藤原が守れるか。グラウンダー決まりました。米沢同点ゴール。鹿児島追いつきました。表情を変えずに米沢押し込んでいきました。入った山本が最後ボールをつないでいきました。ゴールは米沢から生まれていますが、木村が上げた中央決まりました。2点目。勝ち越し鹿児島。鮮やかヘディングシュートは有田。トップスコアラーがその実力を見せました。4試合ぶりのゴールとなりました。もう一度ショートコーナー、裏からゴリオ、ゴリオ中を見た。さあこのボールが高橋がクリアしていこうというところだったんですが、これがゴールです。ゲームが鳴りました。決まりました。並びました。米沢まあ、ウェイにもホームにもたくさんの人が来てくれてるからこその今の順位だと思うので、このサポーターの雰囲気は僕らに力をくれるなというのを毎回毎回思うので、本当に自分は J3 の中でナンバーワンの応援団サポーターだと思ってますし、総力戦になってくると思うので、まあ、一人一人がやっぱりチームのために我々は本当にその気持ちを込めて、やっぱ次にしっかりとまた勝てる準備をしたいと本当にありがとうございます。Thank you.